皆様こんにちはえ本日は大変お暑い中をものづくりえ匠の技の祭典2016の会場へようこそお集まりいただきましたえ本日山の日ということですけれども山に登るにはちょっと暑いかなということで本日はですねどうぞ最後のお時間までごゆっくりこちらの館内でお楽しみいただきたいと思いますどうぞお付き合いください さあ、これからのステージでは、東京都板金工業組合によります、銅板絞りギボシ、銅板一文字吹きの実演を行わせていただきます。それでは、東京都板金工業組合の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。お願いします。 東京都板金工業組合の建築板金技能士会の銅板研究会との合同の組合の板金の技術による作品の展示および作業を皆様の前でご披露申し上げます短い時間でございますがじっくりとご覧くださいでは早速説明から入らせていただきます えー、ここにありますのが神明、えー、づくりと申します神明づくりというのは、えー、伊勢神宮に代表される神明、えー、づくりということでございまして、えー、これはあ約束事がございまして、えー、地議、えー、それからカツこれがあ全部この形通りにあるものが、えー、この神明づくりでございます。 新作りのもう一つの特徴と申しますのは高床作りでございますこの高床作りというのは、えー、大昔から、えー、一番大事なものを食べるものをそれからあ尊い人がこの中に、えー、いるんだよといったことで新明作りといった形が成り立っているわけでございます。 そしてこの新づ作りの特徴と申しますのはまず、この地魚でございますね、地この地魚とカツオギでございますね、ここに4つあります。これが皆さんあの国技館にこれと同じようなものが土俵の上にあるのをご存知でしょうか。 これが神明作りでございます、日本の神様、国技の上に、えー、下の歴史を守るために、えー、作られているものはこれでございます、そして、この地儀というのは、この特徴がここにあるわけでございまして、これ何、なーにていうことで、ここにあるものは、これ、女の神様でございます、今日ここにあるものは、これ、女性でございます。ええ これは女の神様でございますね。なんで女なのっていうと、えー、ここの頭が平らでそして先が尖っていないこれはここにいる女性皆さんのと同じじゃないかと思っておりますこれが、えー、女形でございます男型というのはこ,ここがスポッと切れて尖っている上を向いているあるいはこのようになっていても えー、あの先でございますね、えー、あ,あそこ映らないな、<laughs> ここですね、それともう一つあの、カツオギ、これが1、2、3、4、これ、偶数ですね、偶数はきちんと収まるということで、女の神様でございます、これ、奇数は、えー、3、えー、7、えー、要するに割り切れない数でございますね。 それが男でございます日本の神明づくりは伊勢神宮には始まって伊勢神宮の場合は、えー、女形と言われております。これがあ神明づくりの代表でございます。えー、これ以上話すとボロが出ますので横に移らせていただきます。えー、続きましてこれが地、えー、子でございます。 ギボシあるいはギボシュとも言われておりますこれ皆さんご存知のように、あのー、橋の欄干とか、えー、この近くにあるもので代表的なものを言いますと武道館武道館の寄せ棟の一番高いところにどーんと鎮座しているのがギボシでございますあれが多分日本で一番でっかいギボシじゃないかと、えー、思っておりますでギボシと言われる部分は ここから上です、この部分を地干しと言って、ただ、えー、今日の場合は、ここにおります、えー、こんなもので刺し,して失礼なん,て思んでございますけど、大月名人がこれだけではちょっと格好にならんから、えー、この台を皆さんにもお見せして、えー、形よく見せたいといったことで、このような作品が仕上がってまいりました。後ほどこのの作品についての黒話を 大月先生にもおお聞きいいたたしたいと思っておりますではあの残り時間制作時間が約20分しかないものですから、えー、皆さん作業の部分にお移りいただいて作業にかかっていただきたいと思います。約20分の作業でございますので、えー、ご覧くださいまた途中で話を入れさせていただきますよろししくお願い,いたします。 一瞬静かになりましたけどこれから銅板を叩く音鉄で鉄を叩く音ですからかなり、えー、会場が広いとはいえ非常に賑やかな音になってくると思いますがこれがあ鉄で銅板を叩き伸ばす音でございます、えー、今あの隣のお新芽作りで軒先をお今1枚目を貼りました ええ、あの軒先のこの一番下のこの折り下げになっている部分を下城と言います。これで今ここ張り上がっているこのけらばとここここが唐草でございます。それで一般的によどと言われる部分はここです。この下この裏側がよどです。よど唐草屋根ですね。はい。 淀巻きという形になってそれから上が、えー、屋根になるわけでございますけど1枚の銅板というのは、えー、360とえっ、ーえー、といくつだまあ、えー、102の4百千1 2 0 0ですかと言われている銅板を何枚に切って何枚で上まで屋根を上げていくのかということでえー 何段武器とか何枚武器とかそういった形に、えー、やつ切りむつ切りそういった形で呼ばれるわけでございます今こちらの方で、えー、大月、えー、先生があ叩き始めた部分がございますね。 前寸と言われるものでございましてこれが形になっていくわけでございますこれは皆さんあのこの手に持っているものはどこに襲われるかなということは皆さんもよくお分かりになると思います これをいくつかの工程を得てこの一番上に収まるわけでございますいくつかの大きさによって作ります今私間違えましたこれがこっちですねはいすみませんこの これはほとんど完成形でございます。これがこの義募書の一番下の台になるわけでございます。ええ、だから、 私が今やっている作業はこの一番先端の部分ですねこのように形になるんですけど外からこの内側に向けて厚みを出していくとんがり部分を出していくにはちょっと外から中心に向けて山をつけていく。 そういう作業でございます、えー、今日この日を迎えるにあたり、えー、皆さんに、えー、見て、聞いて、すぐ分かるようにということで、えー、前もって、今日今、制作しておりますものの完成形を一つ、ここに、えー、展示しているわけでございます。で向こうの明りも えー、今回のイベントに合わせて、うちの板金工業組合で、えー、特別に作ったものでございまして、えー、この新芽作りは、えー、私もこの近くで見るのは初めてでございますが、えー、もう少し、えー、軽い、小さなものを作ろうかなと思いましたところが、えー、ちょっと行き違いがございまして。 えー、これ、らいいの大きさになってしまいましままたこれ軽く見えますけど、重さが250キロあります、だからこの舞台へ、えー、上げるにも、これは今日は大変かなと思って、昨日ちょっと眠れなかったんでございますけど、えー、ここのスタッフの方たちのお骨折りで、無事に今日この日を迎え、そして皆様の前でこの作業を行うことができました。本当にありがとうございます この地儀の真ん中に穴が2つ開いておりますね。これは皆さん、この穴、これ風通しよく穴を開けてあるんだろうなと、正解でございます。これは風穴と言います。どういう意味を持っているかというのはちょっと私にも分かりませんけれども、地儀の2つ開いているものが風穴でございます。で今あの上に えー、4つ並んでおりますカツオギでございますね。これも、えー、先々銅板を、えー、6つに切ったものをここに長手方向に貼って仕上げるつもりでおります。はい、今仕上がっているのはこの小口と言われる一番先っぽの部分だけなんでございますけどこれも我々があ、まあ、なていうか丸田んぼのような状態から4つに切って 削って絞り上げましたこれで将来的にはこちらのチギも銅板で巻いてその先はというと多分あの金箔で積みますこの鰹ギも金箔で積みます神社っていうのはなんか約束事があって神様は非常にこう光ったものがお好きだと。 いったことで、えー、一番目立つところには、えー、金を張るというか金箔を張るというのが約束事になっているようでございますただそこまで行くにはだいぶこのまま続けても3年とか4年とかかかっていくのかなともし、えー、ですね、えー、次の年に また皆さんの前でこれお目にかかることがあれば、えー、どの程度進んでいるかといった形になるわけでございますがただこのイベント終わっても多分この状態で何も作業することはこのまま閉ま、えー、ってしまいますイベントのたびに引っ張り出して皆さんにお見せするつもりでおりますのでよろしくお願いいたします 皆さんの前でこう屋根張ってるとなんだ簡単に屋根張れるもんだなと思うでしょうがここまでの作業が非常にこ大変でございましてこれつながってるようで言いますけどこれ一枚一枚別の板をわざわざこの縦にしてつないで一枚にするわけでございます下ごしらえが銅板の場合大変かなとほとんど機械が使えないのでございまして 手加工でございます、ええ、で皆さんの方から見てこのいわゆるこのハフといわれるこの部分ですねこれを12345ハフ5段で巻きましたという形になるわけですけどこれ一枚一枚寸法が形が違いまして片板を起こして鉄板を切って。 次にこの銅板に当てて一枚一枚手加工で作っていって貼り上げていくもんでございます。

え皆様うちの組合ではこの舞台に上がっている作品のほかに、えー、あちらの方で、えー、建て方やっているところでトブクロの鏡板も制作しておりますあのトブクロの鏡板っていうの若い人はご存じないかもしれないんですが、えー、まあ昔ですねいわゆるあの防火作りということが叫ば,叫ばれた時に えまだ木造っていうか鉄筋コンクリートがなかった時代ですのでえ周りを鉄板で囲ったとしかしそれだけでは寂しいのでえ戸袋という部分要するにあの雨戸が入る部分を戸袋というんでございますけどその戸袋にえ銅板を張ってえ一点豪華主義というか個人の 美意識というか日本人の心意気というかそういったものを出したわけでございまして、えー、やはりあのその説明を聞くと聞かないで,で見る気持ちがちょっと違ってくるんじゃないかと思います、えー、残り時間もあとわずか10分ほどになってしまいましたどこまで行くかなぁということを今私がそこ行って聞きましたらもう一段難しいんじゃないかといった答えが出てきましたのでえー このまま貼り続けるだけといった格好になるわけでございますけどなかなか皆さんここまで近くでこういったものをご覧になる機会は多分ないんじゃないかと思いますのでえ拙い説明でございますがえ記憶の片隅に残しておいてくださいましてあこれが新芽作りかとねこれが女作りだよとこっちが男作りだよと。 ご説明なささってくださいでこっちが義母子だよと義母子とも義母子とも言うとでさっき私言ったようにこの近くでこれの一番巨大なものが武道館の上に乗ってるよと言えば皆さん納得するはずでございますんで。 え残り時間少なくなってきたんですけど今あの大月先生がこの叩いているあの変わった工具ありますねあれは全部剥がれでできておりまして一本一本手作りでございますあの道具の3つけ布と作るだけで丸1年かかりますあれあの切れませんからね剥がれですからサンダーで簡単に切ろうとか機械で簡単に切ろうとか切れないですあれ全て手作りでございます例えばあの ギボシの先端の大きさによって、えー、工具の先の R が違うとこれですねこれもともとまっすぐな鋼でございますそれを、えー、コークスで炙って真っ赤なうちにたいて伸ばしてこういう形にするわけですこんな工具見たら何に使うんだろうって考えちゃいますよねこれが、えー 銅板加工技術のが1番目だと、かなり熟達しないと、この工具も必要としないわけでございますが、非常に重いものでございますね、えー、この R もすべて、これから丸めるもの、伸ばすもの、縮めるものの形が、えー、この形でございます。 だからこれは作るものを決めたら道具から作らなきゃいけないと気の遠くなるような話でございまして別にあのこの頭がつるつる光ってるのはあの先生の頭には関係ございませんで <laughs>、ね、ただ銅板叩いてるとこうなるのかなといった気持ちはするんでございますけどもえ残り1分と。 いった報告を今受けてドキッとしております逆にホッとしている部分もあるわけでございますが、えー、舞台の方では新名作りも三枚目を張り終えました二段で終わりかなっていった報告を受けてたんでございますけれどもなんとか三枚目を張り終えることができました、えー、多分こうやって私が喋っている間に三十秒過ぎたで からこれで東京都板金工業組合の建築板金技能士会の、えー、技能士会および、えー、銅板研究会の新名づくりおよび義母子の、えー、皆様の前でのお披露目をこれで終了させていただきたいと思いますどうもご清聴ありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、ただいまご紹介 いたたししました銅板絞り木星、そして銅板一文字吹の実演をご覧いただきました、東京都板金工業組合の皆様に、今一度盛大な拍手をお願いいたします <laughs> 素晴らしい主技をあ見せていただきまして、ありがとうございました、もうずっと見ていたくなるような、そんなね、あのー、本当に美しさ、素晴らしいものがありましたね。 はいいあありがとうございましたさあそれではこの後ですが16時から東京都内装仕上げ技能司会によりますステージバック張り替え実演を行いますえどうぞ皆様え準備が整うまでこちらステージでお待ちいただきたいと思いますが引き続きこちらステージのサイドにありますモニターに置きまして。 館内の各ブースをリポートして中継でお伝えしております、えー、こちらもぜひこの後お楽しみくださいでは皆さんありがとうございましたお疲れ様でございました